こんにちは、エヨです。今日は上野駅に来ました。この上野公園、今日の目的は上野公園なんですけれども、この上野公園はですね、いろんな美術館がありまして、今回は上野の森美術館、そちらの方に向かいたいと思います。上野の森美術館ではこちらね、今は大来則義さんっていう方の展示会がやってまして、これね、結構いろいろ特撮とか、まあ、大和とかそういったもののイラストレーションをやってる方ですね。上野の森美術館は上野駅の公園口っていうところがありまして、そちらの改札を出て左側に行くとすぐありますね。この道沿いですね。なんだかんだで久しぶりに、まあ、正月以来かな、この外で EOS M6 使うの、まあ、今回も昨日言った通りホワイトバランス固定にして撮ってるんですけど、まあ、どうなるかちょっと楽しみかな。上野の森美術館はここね、ここを左に行きます。何かね、こう展示とかやってるときはこういう看板がそこら中にあるので分かりやすいかと思いますね。ちなみに上野の森美術館に限らず、上野周辺の美術館のチケットに関しては JR 上野駅の駅構内に、まあ、先ほどの公園口のすぐ近くにチケット売り場がありますので、まあ、そこで購入するっていうこともできますね。今回も僕もそんな感じでチケットの方を購入してあります。で、そうこうしているうちに上野の森美術館の方に到着です。ちょっと逆光で見づらいけど、日陰に入ればわかるかな。こちら大来則義展。今回の大来則義展は1月6日から2月4日やってます。こちら大来則義展、今日はね、週末の土曜日なんですけど、昼前空いてます。ということで大来則義展の方に行ってまいりました。会場の中には撮影可能エリアとかもありましたので、シグマのカメラを使っていくつか撮影してみました。展示されているイラストや油彩画を見て思ったんですけれども、特にね、なんか画力がすごいなっていう、まあ、油彩画が特に絵のタッチとかが感動しました。昼過ぎの上野森美術館、まだね、大来則義展全然会期としては2月4日までやってるんですけれども、今日土曜日の午後の段階でやっと少し混んできたかなっていう感じがします。そんな感じで今日は大来則義さんの展示会に来たんですけれども、これからね、家に帰ってスプラトゥーン2のフェスがありますので、そちらの方もやっていきたいと思います。今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、エギョでした。ではでは。冬の上野公園、やっぱりね、上野公園ぐらいになると人そこそこいるな。その分面積が広いから、敷地内が広いから全然狭いっていう感じはしないですね。混んでるって感じはしないです。上野公園はもう早咲きの桜とかがありますね。こんな感じでかなり綺麗に咲いています。ここだけなのかな。一応ね、隣の幹とかは全然まだ咲いてないんですけど、こちらの幹だけは結構ね、綺麗に桜が咲いています。どんぐらい咲いてるかっていうと、もうこんな感じ、2分咲き、1分咲きっていう感じではないな、2分咲きにぐらいにはなってるかな。昼ご飯のサラダ、うまそう。生ハムがついている。スープがついてきた。野菜たっぷりスープですね。
これすごく煮込まれていて、野菜がかなり極限まで柔らかくなってるから美味しいですね。うまい。ハンバーグ来た。ハンバーガー来たら毎回やるやつ。よいしょ。こんな感じ。見えるかな。どうだ。うまそうだろう。